どうもバルです。リムワールドバイオテック続きをやっていきたいと思います。ちょっとねいくつかクエストを完了させてサイリンクニューロフォーマーを今手に入れました。今ちょうど降ってきたんだね。モニュメント完成してということでバロさんにさ使ってみようぜ。これでどんな特殊能力を得れるのかがちょっと楽しみというかさ。来た。バロは第一段階のサイリンクを獲得しました。彼は今や超能力者です。素晴らしい。さて、で彼は何を得たの？あ、それとですね、その話に行く前に前回ねコメントをいただいてですね、この社交のところからこの妊娠のやつだね、これを、通常にしていると妊娠確率 100% になるんだけれども、これ避妊をしておくと 25% の確率になると。で逆にまああの赤ちゃんをまあ試みるっていうのもできるんだけど、これね僕ね全然こう気がつかなくて、うん、でコメントで教えていただきました。ありがとうございました。まあルフィをこうつけれるっていうのを知らなくて、この世界にそんな概念があるなんて思わなかったからさ、この妊娠の件これありがとうございます。大家族になるとこだったよ。うん、みんなバローボーマーの血筋になるとこだって。ありがとうございます、助かりました。そして何覚えたの？痛み止め、いらねえいらねえ。まあまあまあないよりマシか、ないよりマシか。そしてね現在ねここで牧場を作ろうとしております。スチールが足らないからここはできてこないんだけど、なのでスチールはねここの上のねここをね解体というかまあ攻撃して壊せば多分ねスチールが手に入るのでね。でもうねこのマップにスチールがないんですよ、取り尽くしてしまってさ。なのでちょっとスチール不足です。スチール不足に陥るということはこのままいくとコンポーネントもなくなる。コンポーネントも16しかないね。いやーちょっとこのままじゃまずいからちょっとスチールを手に入れたいな。であと西側の壁はなんとなくできました。まあ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 壁はもうこんな感じでいいんじゃないのかな。まああと、罠をこの壁の周りに張り巡らしていければもう OK だね。え？嘘でしょ？巨大な虫があなたに向かってトンネルを掘ってきます。嘘だ。え？こんなところからさ虫が出てくるなんて思いもしなかったよね。あー来てるな来てるな、これは厳しいな。ここで戦うしかないか。あー来てる来てる、これ良くないわ、やばいわ。バナス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 、これいけるのか。いやーバナス怖いな、バナス怖いな。でボーマーは食中毒中かなこれ。あー子供追いかけてる子供、これ良くない。バナちゃんやばいな。もう一匹いる？もう一匹いるな。オッケー、うわまだ来てる、あとこいつだけだ。まさかの虫。バナスナイスだ、ナイス誘導、オッケーナイス誘導。あとここだな、参ったなこれ。まあ負傷者等々が出なかっただけまだマシか。インセクトゼリーも手に入れたからさ、オッケー。あー参ったね。これはあれだな、もうここは虫が出てくるんならここはもう潰しておいた方がいいね。これこんなところから虫が出てくるなんて夢にも思わなかったよ。とうとうバナスが10歳になりましたね。彼女は大宇宙について学ぶことを多くの新しい情熱を生みました。バナスは有意義な仕事をすることと来訪者とラジオでおしゃべりすることにより多くの時間を費やしたいと考えています。なるほど、社交能力が確かに高いね。社交料理、まあ、これから建築ができていく。あーこれはすごいな。じゃあとりあえず医術、料理、工芸、この3つをやってもらうか。工芸はでもまあバロさんができるからまあいいわ、とりあえずこれでいこう。それと特性だね、弱虫持ってんだよね、ひどく醜い。マジか、ヨタカではなくてまあせかせか歩きでいいんじゃないの。ちょっと早足で歩くみたいな感じでね。でまあちょっとね実はそのバックグラウンドでさ進めてたんだけど、ちょっとあの毒噴射器がね近くで発生したんで、それをねバロさんたちが収めに行っています。でもうすぐ帰ってくるんだけどね。でその時にバナスが10歳に達しました。ということでこれで料理スキル、工芸、医術スキル、これが高くなるんじゃないかな。よしこれでいこう、 OK です。でちょっとね、雷が落ちてきて火事です。うん、参ったな参ったな。でバルさんたちが多分もうすぐ帰ってくる。オッケーオッケー。ほんで帰ってきました、オッケー。でまあちょっとね怪我してんだけどね、少し撃たれましたっていうね。よし、大切な大切な家族が増えましたね。うん、ラブラトールレトリバー思いっきり噛んじゃった。
ラブちゃんを買いました2歳のメスの女の子です。ラブちゃん、ラブラトルレトリバーね、うん、そして豚ちゃんも買いました。でこれで家畜の数をちょっと制限しておかないとね。豚ちゃんも4匹ずつかな。マジで？どこ？ここ？これはもうちょっとどうしようもないんだけどな。マジか。それはちょっと準備してなかったぞ。ちょっとやるしかないな。別れた方がいいな。子供はあんまり近づかない方がいいよね。ちょっとこれでやってみようか。マジか。いやー、なかなかだるいね。うん。あ、これ子供に来てるな。いやー、それは良くない。逃げよう。クラちゃん。クラちゃん。あー、怖い。嘘だ。ちっこいのが当たんねえな。子供に来てる。うん。あとこいつだけだね。よし。まあ、よしじゃないけど。うん。ちょっと一発もらったけどね。マジかー。ここ出てくんのかー。ちょっとじゃあここまで来る。これ虫出てくるってことだよね、またね。驚くほど当たらんな。はい。こんな感じか。あ、待って、お前らもう撃たなくていい。後ろから撃つのは怖いわ、さすがに。うん。オッケー。よし。虫の襲撃かー。ここで虫の襲撃ってなかなかだなー。これ潰しちゃおう。じゃあもうこれでも多分出てくるんだろうね、虫ね。今スチールがなくてさー、まあちょっとここを解体しつつスチールをね生産していたんだけど、これちょっともうスチール不足だね、完全に。全然足らない。さてとうとうマルチアナライザーができましたね。オッケー。これで研究がまた次の段階に行けない。作ってないからね。そうだね、オートキャノンタレットを作りながら、まあ資源がないんだよね。あと29。まずい、これはまずい。ということでボーマーにはちょっとスチールの鉱石を探してもらいましょう。ちょっとスチールがマジでないからさ。あれ、もうできるね、マルチアナライザー。サクッとできちゃう。いや、いいじゃん。これで研究が次の段階に進むけどね。まあバイタルモニターかな。バイタルモニター組み立て製造、まあこの辺をちょっと研究していってもらったよね。それからチャージライフル、バイオニクス、やっぱこの辺はちょっともう早いうちに研究をやっていきたいです。できるわ、もう本当にできるわ。あ、できた、問題ないですね。うん、なぜかパワーコアがあるっていうね。パワーコアはね、メカノイドの襲撃があったんでね、そこからうまいこと取れました。よし、じゃあとりあえずスチールが取れるまでちょっとボーマーはこっちでやってもらおう。うん、スキャナーをやってもらいましょう。ほう、宇宙船の大きなパーツが近くに墜落しました。その不可解な影響で炎上に広がる枠内の全ての植物を枯らしています。できるだけ早く破壊してください。船の自己防衛機能に気をつけてください。なんてこった。パイクマン、ランサー、名前がついたんだね。ニードルガン、これはこれはマジで良くねえな。彼女の食中毒が治ったら戦いに行きますか。治ったな、行くか。21時、全員で行って EMP、 あー作れるじゃん。作っときゃよかったな。まあ届く範囲でいいよ。バランス届かんな。誰を狙ってんだろうな。ニラちゃん届かんか。ギリギリ届かん。ぐっ、やばい、ボーマー、胃が破壊された。ちょっと下がろう。あれカバー取れてんのかな、ニラちゃん。グラもうちょっと前出る。被害が甚大だ。これちなみに当たってる、これちゃんと。やばいな、あんまりボーマーとニラあんまり無理させられないね。強い、倒れない。そして当たってる感じがしないんだけど、当たってるこれ。よし。ではボーマー、ニラ、バナスは帰る。でその他の人たちで、よし、オッケー、どうにかなった。よし、オッケー。ニラちゃんは出血が止まりそうだけど、はい、緊急看護して、でニラちゃんが寝て、バナス頼む。よし、これでどうにかなる。オッケー、1名は取り留めたね。
さてさて、これでちょっとあれだな、スチールが手に入る。あー、ここにクーガーちゃんいるのちょっと怖いけど、やだなやだな。だけどさ、甚大な被害にならずに済んだよ。で、あ、そういえばね、こっちの部屋ができました。あ、これ同じ色になってるんだ。ちょっとカラフリーな、うん、パステルカラーなアースカラーな感じになっちゃってるけど、オシャンティーなちょっと部屋がね、またできました。で、こっちはまたね、ちょっと人が増えた時用とか、ゲストの部屋とかにしようかなと思ってます。ここにね、研究で一応病院用ベッドが完成したので、あ、傷からの感染症 62% 多分大丈夫だと思うけど。でね、これまた病院用ベッドとかなら、そのバフがかかってもっと早く治ったりとか、バイタルモニターがあったりとかすると全然怖くないんだけどね。まあ一応ね、床が抗菌素材になってるから多分ね、まあ、大丈夫だとは思うけれども。なのでね、ちょっとね、スチールをしっかりと貯めて、ここに病院用ベッドをね、立てていきたいなと思うんだけど、まあまだスチールがね、見つかってないっていうねちょっとそれまで、うん、研究をお預けになってるみたいな感じになってるけど。感触、何を壊そうとするの、勘弁してくれマジで。じゃあウォーの感触を見ながら今日は終わりましょうか。うん、いやー、勘弁してほしいんだけどな。それではね、最後までご視聴ありがとうございました。